世話になってます。お世話になっております。いやー、今回あれですね、久しぶりのメモですね。そうっすね。しかもちゃんとこのフル装備で来るの久しぶりだよね。そうなんですよ。もうキムソウさんと初回のメバレって1年ぐらい経つんじゃないですか。確かに。ですよね。それぐらい経つんですけど、まあお店に並んでるであろうメバルチューンの 45LL メバルチューン。そうですね、出ました。誰が作ったんでしょうね、これ。不詳キムソウが作らせていただきましたじゃあ、あれですね、カミルアに仕上がってるんですよね。もちろんです。じゃあこれ釣れなかったら今日はもうキムソウさんのせいにしていいんですね。いいよ。あ、ほんですか。ラーメン食べたいべいや、でもほげたくないですねそこは釣りましょう。そうですね、頑張って。という感じで、まあ 45LL 縛りですかね、今日は。もう縛りだね、今日は。で、メバルを釣っていくっていう感じで、磯回りで、はい、じゃあそんな感じでやっていきましょうか。やっていきましょう。すいません、お願いします。お願いします。よし、よしこれ決まりですかね。これ決まりでいこう55より低いですね。55、そうですね。何やってるかは分かりやすいです。若干低抵抗が強いってことはアクションも大きいんだけど、あ、その低抵抗があるからゆっくり巻いてもレンジをキープできる。なるほど。何センチぐらいの、まあ、多分もう着水から巻き出した位置でほぼそのレンジを引いてこれるって感じだから。あ、じゃあ土俵層もいけるんですか。土俵層から、まあ、中層とかちょっと落としてからゆっくり巻いてくれば逆に深いところもそこでレンジキープできる。55の LL よりも下。そう、55の方がアクションが弱いから落としたところで浮き上がってきちゃう。ああ、そうですよね。55は表層だけをこうきっちり攻めるルアーで、45は中層とかレンジキープ。じゃあその使い分けができる。そう、そこで使い分けてもらえる。できるっていうことですね。まあでも浮き上がり早めですよね。55よりは全然遅いと思う。ああ、そうですね。55よりかはもう少し沈めてデッドスローで引けば、中層というか 3,40 センチのレンジとかもうちょっと深いところをゆっくり攻めてくる。それで流れに乗るって、乗ると SG って感じの。そう、ヨタヨタっていう。カミルアーじゃないですか。結構そうだね、やっぱ1本で何でもこなそうと思ったらいいです。これトゥイッチとか効かないんですか。ちょっとね、トゥイッチとか入れちゃうとあのスラック出すとライン拾っちゃうんだよ。あー、なるほど。押さえるみたいなトゥイッチというかプチジャークみたいなアクションがな、まあ、そうするなら45の SVG の方がいいって感じですか。そうだね、アクション加えるなら SVG の方がシャクメバルとか出したいんですよね、動画内でも。それね、いや、本当に今年のね、秋冬、春ぐらいの間に1本ぐらい出したいよね。そうなんですよね、どちらか2人でどちらか出したら本当にバンバン剤なんですよね。メバルのなんかサイズ感みたいな、それでも動画で伝えたい。本当そうです。十分20でもでかいんですよ。そのシャクネバルに憧れみたいの持ってもらえるとね。いや、もう超憧れですよ。キムソウさんと会ってからライトゲームをするようになりましたけど、ネバルやっぱハマりますね。水の中でやるとかはないんですけど、もうほぼいや、メバリングはやっぱ楽しいですね。アジングはなんか苦い記憶があるんで口の中酸っぱくなる。そうなんですよ、アジを見ただけでなんか気持ち悪くなってくるんですよ着物見ただけでもう、あ、なんかグラグラする、なんか揺れてるもちろん楽しいんですけどね、本当に。スタートで、俺が斜め後ろで左寄りを打った。
か。お、来た。あー、切れた。あー、マジか。あ、何だったの。あ、切れた。何、粘れる。いや、C のバスです、これ。あ、マジか。何も残ってない。マジか。あいだす。普通にいいサイズ。あ、伸ばされてる。わー、見てこれもう、どこ映ってる、これ映ってる、映ってる、その辺すごく。あー、伸びてるね。もう最悪。え、もうさ、うわ、マジかよ。まあ、この時期よくシーバスも釣れるからね。もう、いや、よかったよ、今のシーバス。その辺でトラバって言ったよね。その音聞こえて、あ、これ、これ違うなんて、メバルじゃねえ。じゃねえって思いましたもん。やっぱ間だ。潮の抜けるところでなってるか。そうですね。間から出してから緩めようと思ったらダメでしたね。いや、普通にいいサイズやな。60はこいつだかった。俺のミニ判断でも多分60前後だろうなって。その音聞いた瞬間、あ、これはちょっと急がなきゃやばいな。多分撮影ライトのレクチャーでこの月がファーって出て分散したタイミングですね。結構マジでそういうちょっとしたタイミングで出てきた。はい。やべえな、ちょっと。取れないかな。この時期のシーバスだもん。全然終わらん。でライトタックルだからそんなプレッシャーかかってないからね。やったぜ。いやー、めちゃめちゃいいた。いいねー、これ元気だよ。いやいや、取れてます。取れてます、取れてます。いやー、もう岩の間通してきたらガツンってきて、多分さっきもこれでしょうね。うん、太いなー。太い。
全然弱らん。いやーおめでとう。ありがとうございます。 45LL のサイリウムです。ちゃんとかかってますね。もういいね、たっぷり。マイクロの時シーバスに使えるんじゃないですか、俺、ね、粘るだけじゃなくて。マイクロベイトのシーバスに強い。そうですよ、そんなスリメンもあります。メバルチューン、45LL メバルチューン、初フィッシュがヒラなんですけど。ヒラのルアーみたいになっちゃうね。そうですよ。まあ、メバルも釣っていきましょう。はい。ありがとうございます。おめでとう。でもこれ小さい。あ、なんですか。お、めっちゃ好き。よいしょ。抜けんじゃない今。はい。一か八かいきます。一か八か。よいしょ。よいしょ。いやー、さすがにつかめねえか。ありましたー。結構なんかオープンじゃなかったですか。そう、ちょっと流れが反対、さっき青ちゃん釣った時と逆向いてたから、はい、ちょっとその根の反対側引いてたら。なるほど。いやでもなんかめちゃめちゃ引いてるじゃないですか。超走るよ。いやこれはカラーは何ですか。これは青バナナ、赤バナナ、青バナナ、黄バナナ。何ですかそれ。の青バナナ。いやもう思いっきりシーバス狙う気まんまの色じゃないですか。いや。え？マット系はね、やっぱ明るい状況にすごい強い。今日だって月すごいですもんね、これ。すごい満月とかだから。いやでもいいヒラじゃないですか。ね、すごいいい感じに引いてくれたよ。で、プロトのマットですよね。そうなんです。今テスト中のロットロット。で、あおちゃんの方もスキニーにもね、66の方使ってもらって。はい。ちょっと今日はいろいろ感じながら。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になっております。ジャクソンプロスタッフの木村です。今まで動画の中でライトゲームプロジェクトってたびたび口にさせていただいたんですけど、2023年度ミクスチャーというブランドが発足しまして、いろいろな新しいアイテムがお店に並ぶと思います。こちらがアジング用のロングストレートワン、アジパールです。そうしまして、こちらがライトゲーム全般に使っていただけるボーンベイトジュニア、こちらがアジング専用シャットテールワーム、ピピシャットと、この各アイテムについてますジグヘッドが来年度お店に並ぶ予定です。フィッシングショーなどでもいろいろ順次情報が出てくるんでご期待ください。キムソーでした。